日本東京都練馬区上尺寺上尺寺は東京都練馬区の町名。現行行政地名は上尺寺1丁目から上尺寺4丁目。住居表示実施済み区域。郵便番号は177-0044。尺寺川と総大高等学院の緑総大高等学院の緑千川通り、練馬区南西部の拠点である西部新宿線の急行停車駅。 上石神駅があり、武蔵野の湧水などからなる石神川が流れ、取り図、石神公園にも近い。町域北部を石神川を境に、石神以来と、わずかに、石神町、東部を石神公園に通じる井草通りを境に、下石神南部を仙川通りと新宿駅南口に通じる、大梅街道を境に、関町南、上石神南町、 西部を石町東と接する。駅前に商店街が広がり、幹線道路の信号埋梅街道沿いに、ロードサイド型店舗がある他は、おおむね完成な住宅街である。北部の石寺側の近くには、早稲田大学高等学院、中学部や厚生労働省上石寺庁舎、労働政策研究、研修機構など国の機関がある。また、町域の南東には、 東京都立井草高等学校があって、所在地は杉並区だが、上井草スポーツセンター、壮大ラグビー場も最寄りで、南方には、鳥津・全福寺公園も比較的近い。上石寺駅にはまた、西武鉄道の広大な車両基地が置かれている。なお、石寺公園団地は、上石寺にあり、上石寺団地の多くは、石寺以外にある。 ネリーマクナン西部の中心でありながら、駅周辺は拠点となる商業施設や駅前広場、広い遊歩道や街路樹がない。狭いな道路をバスや歩行者が入り乱れ、危険にさらされている。東京外角環状道路の建設や西部新宿線、連続立体交差事業と合わせ、駅前広場の整備や道路の拡幅など、再開発が計画されている。 2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。住宅地の地価は2017年1月1日の工事地価によれば、上尺 G2-4-12 の地点で36万5千円平方メートルとなっている。江戸時代。 現在の上石寺及び石寺井大は、武蔵国豊島区城石寺村と呼ばれていた。現在の上石寺井の範囲は、地城山、観音山、立野、池淵、出典あたりであり、城山と呼ばれていた場所には現在、早稲田大学高等学院、中学部がある。他、上井草駅、武蔵関駅、北部の人は、石寺公園駅が利用可能。 北の町境を流れる石神井川は、武蔵野の湧水が流れ落ちているため、透明度が高い。道川の町域区間では、蛍橋や田後橋辺りまでは、稼働の拡幅や関係者護岸化が行われ、レンガ町の遊歩道が整備されていて、川沿いには、染井吉野や河津桜が植えられている。その先の大木橋上石地団地前など、上流方面も整備工事が進められている。 同団地前は、川と一体的に広い公園も増援中。2月1日現在、練馬区統計書、平成17年版農業センサスより。なお、ここに掲載したのは、農業集落名が、上石寺一丁目となっている農家である。上石寺二丁目という集落もあるが、北隣の石寺台にある。上石寺の農業は宅地化が進み縮小しつつある。 高連層の作付け面積は、区内で2番目に大きい。従業者数が50から99の中工場が1、工場あるものの、残りは、すべて1人から9人の小工場で占められている。上石寺2丁目に、工場はなく主要な工場は大体石寺川沿いの、上、石寺3丁目、上石寺4丁目にある。なお上石寺幼稚園は、石寺台にある。 稲毛や連馬乗車寺南店他に所在地は、関町南だが、稲毛や連馬乗車寺南店も近い。他に所在地は、下尺寺だが、稲毛や下尺寺店、トンデンも近い。東京外角環状道路の建設や西部、新宿線立体化に合わせ、駅前交通広場などを整備する計画がある。計画では地下を走る、外環道の上に、広場や街路樹、 自転車走行空間、レンガ町の広い遊歩道などを整備する。遊歩道には、河津桜などが植えられて桜並木となり、商店街には、ベンチなどが置かれる。駅西の踏切一帯が広場になる予定で、北口は、交番やバスロータリー、マクドナルドや、城北信用金庫の一角まで、南口は、日高屋や日農圏が入ったビル、 上石寺郵便局がある一角などが整備されると言う。ありがとうございます。